ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者ケンタ入場。さあ、得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男、ケンタの入場であります。赤コーナーよりチャンピオン金丸義信入場。さあ、ジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、173センチ、89、ケンタ。ケンタくん、金丸。赤コーナーチャンピオン、173センチ、85キロ、金丸よしの金丸さん、西永修一、ケンタさん、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと、キャッチした。強烈に叩きつけてまいります。掴んだ、逆にバックに回った。あっと、エルボー、ローキック、掴みます、逆に切り返します、組み合います。デンジャラスエリアから投げを見舞った。フェイント、まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。膝へのキックです。組みに行きます、逆に振り返して。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。対角線に飛ばした、あっと、逆に切り返した。跳ね上げてまいります。行くのか、ロープに振って、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。意地を打ち込んでまいります。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。ああ、そうなんですか。エルボーを入れていきます。掴んだ、切り返します、踏みつけてまいります、
この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、走り込んだのエルボー。おっと、チョーク攻撃であります。エルボー、エルボー、足を殺してまいります。おっと、逆に捉えた。逆に返します。ドロップキック、的確であります。組み合った、あっと倒していった。すごい音がした。いけるか、ロープに飛ばした。あっと後ろに投げていった。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。持ってきたいですね。ローリングスバット、引っこ抜きか、ダブルアームで投げていった。引き起こす、ジャーマンスープレックス、完璧。カウント 2.8、 そうは問屋は下ろしません。後頭部円錐、立たせていく。あっと、飛び火